道内を駆け巡る STB のカメラマンだからこそ知っている各地の美味しい絶品メニューをご紹介するシリーズ企画ザ・現場飯。今回は帯広と由仁町で半世紀以上愛されているご当地グルメをご紹介します。大地の果てまで駆け巡る STB のカメラマンと音声マン、彼らは知っている、どの町にどんな絶品があるのかを。これぞテレビの原動力、北海道の現場飯。まずは帯広市のお店です。昼ご飯どうします？帯広だと豚丼ですかね。いや、いろんな鶏肉のメニューがある。面白い店があるんだ。帯広で50年以上続く店で、確か家族で経営してるんだよな。しかも店内がちょっと独特の雰囲気なんだ。ここだ、鳥の糸。こんにちは。おや、なんだ、扉に鳥の絵が彫られてますね。へえ、さすが鳥料理のお店。受付の横にある時計にも、あ、鳥の置物。おい、天井を見てみろ。天井？あ、天井にも鳥の飾り物がありますよ。お、鳥がこっち見てる。確かに独特な雰囲気ですね。いらっしゃいませ。あちこちに鳥がいて面白いお店ですね。ありがとうございます。すべて手作りとなってます。手作りなんですか。じゃあこの置物も手彫りしてるってこと。そうです、いろんなところに手作りの鳥が隠されてますので、よければ探してみてください。へえ、鳥の飾りがたくさんあるのか。ちょっと探してみようかな。ここは広間か。隣はキッズルーム。今度は子供と一緒に来ようかな。廊下の奥にも部屋があるな。ここは和室かな。骨董品がたくさんあって、しかも広い。あ、ここにいた。宝探しみたいだな。さて、メニューは先輩は何にしますか。俺は名物の鶏飯の定食だ。じゃあ自分は甘酢ザンギ定食にします。注文はそこの黒い電話でするんだよ。これ？ダイヤルを回すんだよな。あ、音がちょっと懐かしい。すいません、鶏飯定食と甘酢ザンギ定食をお願いします。帯広で54年続く鳥の伊藤。店内には23の部屋があり、机や飾られているオブジェなどは初代の店主と2代目の手作りなんだそうです。そして今中心となってお店を切り盛りしているのが3代目です。さっきの受付の方ですね。あれ、奥にもう一人いらっしゃいますね。お二人はどういうご関係なんですか。兄弟です。ご兄弟。お兄さんはどちら。はい、はい、長男です。そして弟さん。はい、次男です。兄弟で一緒にお店を。そうですね、日によって交代交代で、私が厨房の時は弟がホールという形になってます。爽やかですね。厨房ではどんな感じなんですか。中は、ね、いいよね。はい、はい、あれ、息もぴったりかな。もう一人いらっしゃるんですね。父であり社長の、はい、伊藤です、はい、よろしくお願いします。お父様こんにちは。二人はどんな息子さんですか。そうですね、私より
ぐいぐい働きますね。ホールも厨房も満タイです。残業を上げてるのはお兄さんの樹京さん。おお、揚げたて、あっつあつ、サクサクの残業。早く食べたいな。あれ、何してるんですか。もう一度揚げるんですね。二度揚げというやり方でやっております。油に入ってる時間が少なくなるので、一度揚げてからそのザンギ自体の地熱で中まで少し火を通して、柔らかく仕上げれる。失礼いたします。甘酢ザンギ定食でございます。いや、すごい大きなお皿に山盛りのザンギ、すごいボリュームですね。大きさにもよるんですけど、だいたい11、2切れ入ってます。こっちも来たぞ。鶏飯定食でございます。ああ、名物の鶏飯は生姜の効いたタレが染み込んだ鶏胸肉とそぼろがご飯の上にびっしり乗ってるんだ。いただきます。いただきます。ザンギは醤油ベースのあっさりした味、口の中で甘酢と絡み合って美味しいです。外がサクサクっとしてて中のお肉は柔らかくて、これ何個でも食べられそうです。うーん、鶏飯は道産の鶏肉を1日かけて煮込んでるから旨味がギュッと凝縮されてる。うまい。でもなぜ帯広で豚肉ではなく鶏肉のお店を始めたんですか。うちのモットーは、安い値段でたくさんの量をお腹いっぱい食べていただくっていうのをモットーにやっているので、先代が安く仕入れてお腹いっぱいにお客さんにできるのは何かって考えたところ、鶏肉じゃないかっていうところから始まったようです。満腹になりました。ところで独特な店内ですよね。少し見て回ってもいいですか。あ、ぜひ見て回ってください。いや、広いお店だな。あ、階段があるんだ。上がってみようかな。よいしょよいしょよいしょ。部屋の名前は樹林。あ、植物でいっぱいなのかな。中は小上がりがあって、あ、こっちにはソファーがある。ソファーで食べることもできるんだ。この部屋は、あれ、奥に誰かいらっしゃるな。お客さんかな。すみません、こんにちは。あの、ここの鳥の伊藤の家族です。ご家族ですか。社長の父、先代の社長です。昔です。そしてこちらの小さいお嬢さんは、次男の娘の伊藤青です。あー、こんにちは。こんにちは。かわいいですね。皆さんもお店を手伝うことはあるんですか。誰かしら店に出たりしています。へえ、面白いお店ですよね。面白い店はもうこちら の, あの先代の社長が作り上げてきたものなので。初代の春雄さんがお店を立ち上げてから半世紀、春雄さんと2代目の雄一さんが地元に愛される店を築き上げてきました。今は家族みんなで助け合っているお店、若き兄弟が大切に引き継いでいます。で、うちは五感で味わっていただくっていうのを結構なんていうんですかね、モットーにやってるので、この見て楽しんでもらう、味わって楽しんでもらう匂い、あとは厨房から聞こえる音とか、そういったものをですね、楽しんでいただければなと
これからもそれを続けていくのが我々の使命かなと思ってます。ワクワク感がいっぱい詰まったお店でした。また来ますね。続いてはユニチョウのお店です。お腹空きましたね。そうだな、ユニチョウのソウルフードと言われてる食べ物があるんだが、そこにするか。あ、見えてきた、赤い看板が目印。ユニチョウなのにお店の名前が東京ホルモン？どんな店なんだろう。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、二人いいですか。はい、ご案内いたします。お席こちらになります、どうぞ。はい。あれ、ホルモン焼きなのに網じゃなくて鉄板なんですね。はい、ホルモンから水分が出ますので、焼くというよりもこう煮焼きするような形で提供させていただいております。へえ、ちょっと変わったホルモン焼きなんですね。変わってるといえばお店の名前も気になったんですけど。はい、私でこのお店3代目なんですけれども、私どもの初代が東京の方から来られた方ということで、はい、で、近所の方に東京さんと呼ばれていたということで、その東京さんが始めた食堂ということで、東京食堂で営業し始めまして、で、そのお店でホルモンを出しましたところ、大変人気がありまして、ホルモンの専門店になったということでございます。なるほど。じゃあご主人のおじいさんが始めたお店なんですね。いえ、私は先代2代目に弟子入りした、あの身内ではないんですけれども、先代がですね、跡取りがいないということでお店閉めるようなお話を聞きましてですね、先代にお願いしてぜひ弟子入りさせてもらいたいということで、このお店を引き継ぐことになりました。ユニチョウ出身の久保田裕二さん51歳。ユニチョウで60年以上続く東京ホルモンを従業員とともに切り盛りしています。18年前、当時勤めていた会社を辞めてまで先代に弟子入りした、その訳とは。我が町から東京ホルモンがなくなってしまうのはあまりにも悲しいと。何せ自分子供の頃からここのホルモン大好きだったもんですから、絶対なくなってほしくないという思いで、先代に弟子入りをお願いしました。子供ももう生まれたての赤ん坊も含め2人その時にいましたんで、嫁さんにもちょっと不安だっていうことも言われましたし、でも自分としてはこんなに美味しいものをなくしちゃいけないんだっていう思いでですね、取り組んでまいりました。失礼します、ホルモンになります。おお、来た来た、ホルモン2人前に下がりと端元が1人前ずつ。数量限定の端元は歯ごたえが良くて美味しいんだよな。じゃあ自分が焼いていきますね。一気にホルモンを入れて、はい、あとお味噌入れてください。そうそう、この味噌が味の決め手、門外不出の秘伝の味噌なんだよ。すごく水分が出てきた。これで大丈夫なんですか？大丈夫です。この水分がないと焦げてしまいますので、重要な水分です。さすが30年以上の大ベテラン、落ち着いていらっしゃいますね。うまく焼けてますかね？上手にやってますよ。よかった。混ざってきましたら野菜を入れてください。よし、完成だ。これがユニチョウのソウルフード、東京ホルモンだ。いただきます。いただきます。あ、ホルモンは食感がコリコリしてるけど柔らかくて美味しい。今日仕入れてきた新鮮なホルモンだけを使ってるから臭みが全
全くないんだ。端っこにへばりついた味噌をこうやって食べるのがうまいんだよ。もちろんお肉の加工の部分もそうですし、味付けの部分にしてもそうですけれども、先代が守ってきた味を忠実に再現するのが、皆さんの望んでいることじゃないのかなと思いましてですね、そこは変えないように努力しているところです。久保田さんが守りたいと思った味、堪能しました。ごちそうさまでした。これからドライブが快適なシーズン来たらね、なんかぜひ行ってみたいなってお店もあるんじゃないでしょうかね。強い思いとお人柄が素敵だからこそ愛されてるお店です ね。の STB のカメラや音声を担当するスタッフおすすめのお店っていうのが、去年発売になりました地球の歩き方北海道版に今掲載されています。で、今年6月には画面の右側です、地球の歩き方、今度は札幌小樽版を発売予定です。はい、ただ今表紙となる写真と地元の情報をお待ちしてますんで、ご応募はどうぞこの地球の歩き方ホームページからよろしくお願いいたします。お願いします。